食じゃない。ああ食が美食が、そうだそうだ、そこに21人立ってるの、ちっちゃい瓶じゃん。でなんかこんな曲あるよって言って聞かせると、おおできたっていう。へえー、すげえ。一人で電車乗ってるって曲なんで知ってるの。まあ、怖っ。どんな回し、どんな回し、どんな回し。お湯に2時間使う。本当に1000人と出たもんだ。そう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 。どうも少年忍者でーす。みんな名前出てるよ、カメラに手振って。マサイイエガです。マサイイエガです。勝手に更新、オリヤマのプロフィール。やった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 。さあ、というわけで今回はオリヤマのプロフィールをオリヤマ以外のメンバーで勝手に更新してやっていこうという企画です。やってやるよ、やってやるよ。好きにやっていただいて。さあ、続いていきましょうか。まずは名前なんだっけ。オリヤマの、オリヤマと、フォ、オリヤマの年齢19。19なったんだ。なってます。なってるよ。なってます。10月27。おお、すごいね。のオリオン座で、オリオン座にしよう。オリオン座になりたくない。オリオン座、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 この企画嘘言います。オリオン座、どうしよう。27、10月27日、そうでしょ。オリオン座、天秤型、天秤型、天秤型。動くからね。そうね。でも、オリヤマいっぱい動いちゃうから。そうそう。すごい、なんか、忘れがるからね。ピッコロみたいなこと、俺が。はい。ピッコロみたいな。はい。ピッコロ。なんでそこで戦うんだよ。趣味、特技。はぁ、趣味。ボルダリングとか。あったね、やった。特技ね。特技。あと、構成と、あと光と照明と、照明とファミリーと、ファミリーファミリーと、あとボン回すのとか。ボン回すの、ボン回すの、ボン回すの、ボン回す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 、全部できますからね。そうだろ。いやでもこれはでも正直ほんとにガチですからね。ガチじゃないで、照明だって大阪の時に一人でホテル帰ってくるの1時間2時間ぐらい遅らせて、あの織山が構成するのも照明直してくれてたんですよ。いやすごいよ。部屋でめちゃくちゃゆっくりして、じゃあ誰かの部屋行こうって言って廊下出たら無理に2時間半ぐらいやってた。マジで全然わがままです。いや、ね、照明さんがオリの熱量に応えてくれて新幹線を2日遅らせるっていう。だからもう本当に俺ヤバいやつ。いやでもおかげになって、いやそうよ、めちゃくちゃよくなって、パレードめっちゃよくなって見てたよね。いやもうヤバい、2つ同時に見てたんです。初日目前と後は、あはぁ、これはね、プラスの意味だね。うん、すごい。まあ、洋服好きじゃん。あ、そうだ、洋服は好きです。あと食じゃない。ああ、食が、美食が、美食が、マジで。趣味が美食か。マジで。完全美食家です。降りてご飯行くと、いや、こんなん、いつ知るのっていうご飯屋さん、まず知ってるじゃん。イタリアン。そう、イタリアン。そう。コースが、ボー、ボーイタリアン。そうそう、コースね。なんか、深田とご飯食べ行こうって言って行ったら、コースが入ってました。3人分。気づいたら。その地名のコーナーか。そこで、深田ギャン泣き。そうそう。なんで俺が違う忍者愛を語っちゃったのよ、うん、でギリギリまでこのグループで頑張りたいって言った瞬間ブワーッてブワーッてでもあるな、やめてくださいって言うとるやん。めっちゃおもろくなって、でちょっと こいつも泣きそうになってんの、めっちゃおもろくなって、だいぶ引っ張られた隣のガン泣きに。あいつ意外と泣き虫なんで、ストレス解消が食だってさ。本当にだって、でも僕たちそういうところはありません、結構。いや、あるご飯ってめっちゃ大事ですね。食色で、ね、そうそう、食ですね。じゃあ、趣味、趣味なんだろう、何が好きそう。あ、でも一人で電車乗ってるよく。それは知らない。まあ、そうなんだ。そう、電車なんで知ってる。まあ、いろいろ知ってます。怖っ。怖っ。ついてきてる。一人で電車乗って、なんか遠くに行ったり。え、怖っ。なんで知ってる。あ、そうなんだ。知らなかった。これはもう俺だけのファンじゃない、絶対。チンチン電車乗って
おー路面電車で、よく行くかな。趣味って言ってもあれだけど。趣味だよ、ね、趣味だよ。一人派ですか？一人です。誰かとは行きたくない。なんで？なんかその電車、特にこう路面電車に乗ってる時って、うん、なんか頭がめっちゃ回転する時間なのよ。へー。ご飯食べるにしろ何にしろ、やっぱ一人じゃないと、あの器用じゃないから考えられなくて、電車で結局はどっか行くんだけど、目的はあるんだけど、一番の目的って一人でいること。一人でいるためにそこで、ためにそこで、ためにの、ね、考えるために。そうそう、そういうことね。当初はめっちゃ周りが見えてる、うん、そう、確かに。本当にそうよ。あとじゃあ謙虚、今のところ、多分なんだけど、頭の中に21人勝ってるんだよ。あー、なんか言ってたね。そこに21人勝ってるの、ちっちゃい忍者で、なんかこんな曲あるよって言って聞かせると、おー、できたっていう。すげえ。曲聴き、初めて聴く曲でも聴きながら、多分頭の中で忍者が踊ってんだよ、構成が。で、組み上がってくる、うん、で、曲聴き終わって、おー、一個面白いの思いついたっていう。すごいね。天才振り付け師。すげえと思って、それ聴いた時、こいつ何聴かせてもいい振り作れるわ、これ。楽しかったですよ、これ。やばいね、長所あるんだけど、お湯に2時間浸かれる。え、そんなことないだろ。やっぱマジでやばい。ちょ、本当にさ、温泉がっぱや、ね、早朝に温泉行ったの。そうそうそう、ずっとワンポジで、このポーズで2時間。本当に1000人とってたもん。そうそうそう。うわ、そういうの聞きたい。ここ直して言われたい。俺の洋服にめっちゃ水かけてきて。あ、何それ。俺は短所やな。で、俺マジで、俺その時本当に嫌だから、マジでやめてって言うんだけど、何回もやるんだよ。それでも本当にうるさいんだけどって言ってもやるし、絶対やめない。本当にあの時はマジうざかった。3年前とかでしょ、それ。違うし。え、今でもやる？あれだよ、1月ぐらいにさ、 AT1 終わった後に最後、ほら、え、それで俺も密告していい、うん、おろしたての靴を踏んできたりっていうか、まあバッグとか、そこそこいい感じのバッグを蹴ってきたりする、これ。それ本当に嫌だ、最低じゃね。いや、でもなんかそういう日って大体黒田はドヤ顔して入ってくるんですよ、現場。あー、これはあるわ。わかるでしょ。それはすんごいやん。ちょっとさ、ムカつくじゃん。ムカつくから、ウイってやると、おわおや、なんか見せつけてくる感じが。拭いてるだけじゃん、今のじゃん。そう、わ、分かる、分かるでしょ。帰るに甘すぎるんですか。あ、甘くないだろ。これ、なるほどね。これあの、なんか変更点があった時に、ちょっと帰るが直せますって言ったら、森山くんが偉いって言ったんです。そしたら久保廉が、いや、みんな頑張ってるの、言ってくれ。みんな頑張ってるよね。みんな頑張ってるに帰るしか思えないから、しくぼれんやつ。わ、かわいそう。何の曲？パレードだと、パレードが始まるから。なんか、そう、この前全員が集まって椅子持ってきて、全員で円になって話した時、ちょっと俺が思うなんかこういうところっていう、その小山なりのなんかアドバイスとか、そういうのができるんですよ、俯瞰で見えてるから、うん。で、話して全員にこうやってて、こう話してた時に、カエルは大丈夫ない、カエルだけなかった。そうなんです。確かに、そういうとこもあったね。違うよ、だってカエルはだって素質があるじゃん。いや、俺3つぐらい言われてんだけど。俺も2つ言われた。言ってないよ。いや、あとは3つあって、バー多い。俺はね、何も持ってないんですよ。本番前、スプレーやらワックスやらめっちゃ気づくわよ。そう、めっちゃセットさんのに何も持ってないね。1月で平均でジャニメやった時にジャスプレーを持ってきたの、新品に。そしたら毎公演ごとに織山と大将がスプレー借りてくるなるで、なんか稽古目ってなんかその一生のなぜか黒が持ってたのね。で、気づいたら1ヶ月で1本マジで空になってて、あんま作ってないの。そうそうないよね、1ヶ月。そうそうそう、何も持ってないの。
なんか最初の方とかはさ、こうきくんとか、あ、いいよいいよみたいな、2回目とかで、うんってなって、3回目とかで、うんちょっとなんだよ、そう、なんか考えてる間があってで、それも俺ちょっと感づいて、ごめんね、持ってきた方がいいよねみたいな、あ、まあでも全然いいんだけどねみたいな、まあ全然いいんだ、ね、そうそうそう、まあまあそう言うしかないから、なんで持ってこないの。俺普通にバカだと持ってきちゃったところがあって、そのアイロンもそうだし、いやアイロンとかももちろん持ってってるよ、持ってってるけど、マッサージガンとかさ、結構やっぱり場所取っちゃうじゃん、場所取っちゃうじゃん、そうそう、で21人いるのになんで持っていく必要があるのって思っちゃう。まあ、さっきあのアイロンは持ってきてるって言ってたんですけど、消化の時に滝くん借りてました。ごめん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 、違う違う、だからそこが強みでもあるじゃん、誰か何か持ってるみたいな、そこで安心してるとこあるんですよ。でも俺短所に書きてえわ。え、なんかここがなんかちょっとごめん、ここ何がいい、何も持ってないでいいということで、まあざっとこんな感じで出たんですけど、どうですか森山さん、どうですか。いやなんかすごい改めてこう見えてるんだみたいな。間違ってないでしょ、あの街。いや、オリオン座とかマジで違えしそんなん書いたなそれそんなん書いたわ、めっちゃ忘れてた、懐かしい。でもめっちゃこいつかっけえけどさ、いや俺が一緒にいるでかくできるからって言える。だからもう自分に自信ないけど、なんか自分のスキルには自信ある。そうだね、人間的にネガティブだけど、違う違う違う、俺がすごいんじゃなくてみんながすごい、だからもういいや、やっぱいいやつ今回出ました、森山奈緒、やっぱりいいやつ、やっぱりいいやつ、みんなで口をそろえてみますか、はい、森山奈緒はやっぱりいいやつ。お弁当食べるときに毎回点数求めてくるの。どう、今日のお弁当点数の同じあんまりっていうのはいつも分かる、二食化だから、やるよね、自覚あるよね、やってる、やってるわ。一食を台無しにしたくないじゃん、お腹をいっぱいする、二食化ですか。でもあんまりバカ舌の人には聞いてない、やったらクロちゃんとか、はい